ザザガボール、ザザガボール、出生名、ガーボル・シャーリ、1917年2月6日から2016年12月18日は、ハンガリー出身のアメリカ合衆国の女優、奏者ライト。ザザガボールは、日本における慣用転写で、言語の英語の発音は、ジャジャガボアに近い。ザザゴブアは渡米後に改名した英語名で、ハンガリー語の本名は、ガーボル・シャーリ。姉妹は、女優のエヴァ・ガボール。ガボールはウィーンの舞台でその経歴をはじめ、1936年に選ばれた。1941年にハンガリーからアメリカに移住。ヨーロッパの風格と様式を持つ女優として人気になった。彼女は魅力と優美さを発散するという個性を持っているとみなされた。彼女の最初の出演映画はだった。その後、ジョン・ヒューストン監督映画、赤い風車など数々の画に出演。ヒューストンは後に、彼女を賞賛に値する女優と表現した。彼女は演技の経歴の外で、贅沢なハリウッドでの生活様式、華やかな人格、そして多くの結婚歴で知られた。ガボールは、計9回結婚しており、その中には、ヒルトンホテル創設者のコンラド・ヒルトンや俳優、ジョージ・サンダースが含まれる。彼女はかつてこう語った。男性は常に私が好きで、そして私は常に男性が好きだった。しかし、私は男っぽい男性、女性と話す方法と扱い方を知っている人が好きな筋肉を持った男性だけでなくて、妹のエヴァ・ガボールと共にハリウッドに渡り、テレビ番組や映画に出るようになるが、女優としてよりも、その豪華なライフスタイルなど、社交界の方で有名である。妹のエヴァ、姉のマグダも女優で、ガボール三姉妹として有名だった。姉と妹にもやはり多くの結婚、離婚歴がある。母のジュリーは、いわゆるステージママとして有名。娘のフランチェスカは、母、ジュリーの唯一の孫である。1989年に期限切れのナンバープレートをつけて、自動車を運転しているところを警察官に見つかり止められるとその警察官を張り倒したため3日間の禁錮刑を受けた。ザザは2002年に起こした交通事故が原因で体の一部が麻痺、数週間の入院を余儀なくされた。2005年には脳梗塞を発症、開頭手術により血栓を除去する大事に至ったが数週間後無事退した。しかし、以後は健康状態が悪化の一途をたどる。2007年には、前回の手術に関連した手術を受けたが、術後に感染症を起こし再手術を受けている。2010年7月にはベッドから転倒して、股関節部損傷の手術を受けたが、退院後に血栓症状を発症して、再入院、翌月無事退院している。2011年1月には血栓に起因するエソの症状が右足に出たため再入院。一時は危篤が伝えられる状態となったものの、右足切断手術を受けて危機を乗り切った。5月には肺炎を起こして入院、治療後退院したが、その翌日には栄養チューブ挿入部の感染症に起因する胃の大出血で、再び病院に緊急搬送され手術を受けた。術後一時は、昏睡状態、無反応状態の重体にまで陥ったが、6日後意識を回復している。2016年12月18日、心臓発作のため自宅で死去。99歳没。ガボールは9回結婚した。7回離婚し、1回の結婚は無効になった。彼女の自伝で、何よりも私は結婚するのが大好きだ。と書いている。私は仲間を愛し、私は男、チキンスープとハンガリーの私の特別なドラキュラ風、グヤーシュのような単純なもののために料理することを愛し、すべての時間を男性と過ごすのが好き。もちろん、私は恋をするのが好きだが、しかし、本当に、私を満たすのは結婚である。しかし、すべての場合がそうではない。彼女の夫は、年代順に次の通りである。ガボールの離婚は、彼女の夫婦、そして婚外人の歴史について、数多くのダジャレと風刺を生み出した。彼女は言った、私は、素晴らしい家政婦ですよ。男性と別れるたびに、彼の家を自分のものにするんですから、I am a marvelous housekeeper, every time I leave, a man, I keep his house, 家政婦イコールハウスキーパーと、彼の家イコールハウス、自分のものにするイコールキープをかけたダジャレ。彼女は、あなたには何人の夫がいたのですかと尋ねられたとき、私のもの以外のという意味ですかと返答した。ガボールは、彼女のママ子と肉体関係にあったと主張している。1970年に、ガボールワにある、約9000平方フィートの洋式の家を購入した。そこは、エルビス・プレスリーや、ハワード・ヒューズが住んでいた家で、ユニークな外観のマンサード屋根を持つ。ガボールの唯一の子供、娘は、1947年3月10日に生まれた。ガボールの1991年の自伝、One Lifetime is Notによれば、彼女の妊娠は、夫のコンラッド・ヒルトンによる強姦の結果だった。彼女は、姉妹の中で唯一子供を産んだ。2005年、ベルエアハウスに200万米ドルの融資を得るために、彼女の署名を偽造したとして、娘を窃盗罪と詐欺罪で訴えた。しかし、ガボールが裁判所に出廷しなかったこと、また彼女の夫である、フレデリック・プリンツ・フォン・アンハルトによって提起された、元々の訴訟に関する共同原告であるという、受刑供述書に署名しなかったと指摘した。フランチェスカ・ヒルトンは2015年に67歳で、脳卒中で亡くなった。ガボールの夫は、彼女の身体的、感情的な状態への懸念から、彼女に、娘の死について言わなかった。彼女の最後の夫、フレデリック・プリンツ・フォン・アンハルトは、ドイツの旧皇族、マリー・アウグステ・フォン・アンハルトが晩年に、持参金名まさに養子に迎えた人物である。マリー・ウグステは少なくとも10人の成人男性を養子縁組した。プリンツ・フォン・アンハルトは、36歳の時に養子縁組したと報じられている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。